こんにちは。この前は突然キャンセルしてすみません。あの日は後輩がちょっとピンチで、どうしても力になってあげたかったんです。ありがとうございます。埋め合わせと言ってはなんですが、どうぞ。ご都合が合えばぜひいらしてください。あ、今日は久しぶりに髪を伸ばしたいんだよね。どうしよう、ちょっと相談してみようかな。実はいつもとは変えようと思っていて。ありがとうございます。ちょっと待ってください、スマホに写真がありますから。あ、すみません、写真ちょっと見つからなくて。やっぱり今日もいつも通りでお願いできますか？そうですね、よろしくお願いします。もし叶うなら時を忘れるほどに幸せになりたいんだ。葵さん、私は葵さんのことを王子様のように素敵だと思っておりましたが。わかってるだろ。いえ、私は何もわかっていませんでしたわ。私は本当の葵さんを見ていなかった。え、そうですか。それは良かったですわ。確かに台本上のロミオはかっこいいところばかりですが、きっとそれだけではないはずですわ。そうですか。人間味、ロミオにはいろんな一面がある。それは葵さんだって同じはずなのに、私はかっこいい葵さんばかり見ていた。そのことに何の疑問も抱かなかった。私も含めてきっと周りの人たちはそうやって葵さんを決めつけ押し込めている。それに葵さん自身もいつの間にか自分の思いを抑えてしまっているのでは。葵さん